課題の発見とか解決をし続けることで上達する、成長するってことは、その状況を違う視点で見れることができるようになってくるっていうのがあるので、体育だったりスポーツっていうのは探究授業のもう素材になりうると思う。始まりました、未来の学び場、 MC を務めます高橋和也です。この番組では教育や学びの未来に関するホットなテーマについてゲストと共に探究していきます。定期的に公開しますので、見逃しのないようチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、スプライド代表取締役社長土井博之さんと届けする最後の回なのですが、まだ他の動画をご覧になっていない方は概要欄の URL をご参照ください。さて最後のテーマですが、あまり知られていないスポーツの教育的価値です。ちょっとここについてすごいいろいろ聞きたいんですけど、土井さん確かスポーツを26までやったことがないっていう話だったんですけども。そうですね、まあ、私学生時代は部活動をやってなくてですね、まあ、数学とかそういったこう結構考える系 のことが好きで、まあ、そればっかりこうやっていて、まあ、部活もそうですけど暗記物もすごい苦手で全然やってこなくてです。で、まあ、26歳の時にたまたま仕事で、浜松ですね、浜名湖の近く その浜松っていうところで仕事を始めて、就職した関係で、まあ、そこでウィンドサーフィンっていうものに出会ってスポーツにのめり込みました。で、まあ、浜名湖でそのウィンドサーフィンを始めてめちゃめちゃこうのめり込んだんですよね。で、まあ、僕は何かにつけて考えるのが好きなんで、まあ、なんでスポーツこんなに面白いのかな、ウィンドサーフィンがなんでこんなに面白いのかなっていうふうに考えた時に、その時にスポーツって正解のない問題なんだなっていうふうに気づいたんですよ。だからいつもこの自分がどうやって上手くなればいいのかなっていうのを、まあ、課題の発見をする、うまくいけてないところを、発見する、そして次じゃあどうやってやろうかなっていうのを解決策を考えるっていうのをこう毎週毎週やってたんですよね。まあ、御社のホームページのところにスポーツは考える力を生み出すみたいな書いてますよね、はい、あれはすごいどういうことでそのキャッチフレーズが生まれてきたんでしょうか。そうですね、まあ、今僕がお話ししたようなその、まあ、経験っていうのが元になっていて、でさっき言ったその課題の発見とか解決をし、まあ、し続けることで上達するっていうふうに今気づいたわけなんですけども、その後ですね起業してからですねまあ、さらにこう気づくことになるんですけど、やっぱり会社をこう立ち上げていくと基本的にはこう正解のない問題の連続で、そこから課題の発見と課題の解決っていうのをし続けてトライアンドエラーして、まあ大体失敗してたまに成功するみたいな、まあそういったことを繰り返していくんですけど、そのこうプロセスっていうのがスポーツの上達の中でやってきたことと全く一緒だなって思ったんですよね。なのでこのスポーツが正解のない問題であることで、それから課題の発見とか課題の解決をしていかなきゃいけない、っていうのが、まあ、非常にこう社会に出た時、に必要な力とイコールじゃないかっていうふうに、まあ、感じて、で、まあ、それと同時に、今回 そのタイトルでもある教育的な価値っていうところで言うと、結構こう学生時代にそのことについて聞いたことがなかったんですよね、スポーツっていうのはその正解のない問題であるから、問題課題発見能力とか課題解決能力っていうその社会で出た時に必要な力も養えるんだよみたいなところっていうのは全然聞いたことがなかったんで、これひょっとしてまだあまり世の中にこう伝わっていないまあ価値になってるんじゃないかなと思って、で、まあ、であれば、まあ、そこを僕らからこれ世の中に伝えていきたいなっていうふうな思いもあって、その教育的価値を、伝えたい、まあ、スポーツは考える力を養うことが育むことができますよっていうのを、まあ、コンセプトに置いてるっていう感じですかね。非常にすごい、その言語能力だけじゃなくて、例えばパスとか
さっきのサッカー、例えばサッカーとかバスケだったらそのパスの成功率とかそういうのを分析してそれをエクセルで出たら今度それを数学の時間に確率で分析できたりとか今度情報の授業にそれを持っていって情報の授業にパワポでデータ出したりとか、まあ、そのいろんなものにこうやってインテグレートできるので非常になんかそういう意味でより一層そのスポーツとか体育の価値っていうのが分かってくるんじゃないかな。確かに確かに、もう私の会社のことで申し訳ないんですけども今会社の中にそのカスタマーサクセスっていう部門があるんですね。でこれどういうものかっていうとユーザーさん その満足度を上げていこうっていう、まあ、部門になってくるんですよ。でここで必要なのがそのじゃあユーザーさんがアプリを使っどんなぐらいどれぐらい使ってるのかなみたいな結構こうデータを取ってデータを理解してっていうそのデータ分析の力も必要になってくるんですね。で同時にそれがどういった状況なのかっていうのをこう社内の中で伝えていく、まあ、コミュニケーションの力も必要になってきてで実はここの部門 の今、まあ、2名いるんですけど2人ともスポーツの元アナリストなんですよ。つまりスポーツで培ったコミュニケーション能力と分析能力っていうのを生かしてこのカスタマーサクセスっていう部門の今仕事ができているっていう意味では非常にこうお手本のような、まあ、要はスポーツで培った力っていうのがその社会のじゃあどういうところで生きるんですかみたいなところの出口として、スポーツの、まあ、プロスポーツのアナリストみたいなその直接的な職種ももちろんあるんですけども非常に限られてますからそうではなくてこう一般企業の中でもどういったところがあるんだろうって言った時に今お話ししたようなですねその分析能力とコミュニケーション能力が本当にこうダイレクトに役に立つ部門っていうのが今企業の中でも結構こう生まれてきてるっていうのは非常にこういい事例が社内の中でできたなと思って。そのスプライザーの中にこうやってメモ帳みたいな感じであとノートですね振り返りノートみたいな書く機能をつけておいて例えば最初にやり始めと最後ら辺でそのノートの書く量とか変わってきたりするとより実装性とかですねその状況を分析できるようになってきたとかそういうの定量的に分析できてきて面白いかなと思う。いやそれはやりたいですね、はい、結構自然言語処理使うと簡単だったりするんですじゃないですか。なるほど。今、まあ、会社 その技術としては結構動画とか画像処理とか画像認識とかそっち系が得意なんでその自然言語処理みたいなところは今までやってなかったんですけども今の視点で言うとまさにその言語化能力をじゃあこう可視化していくみたいな、うん、どれぐらい成長したんだろうみたいなのが、まあ、今僕らのユーザーも本当に2年3年、まあ、4年とかかな使ってこう長期にわたって使っていただいているユーザーさんも増えてきているのでそういう視点でそのあこれぐらいその言語化能力だったりっていうのが成長してきてるんだっていうのが定量的に分かると非常にこう先ほどちょっとお話ししたカスタマーサクセスっていう部分でも面白いかもしれないですね。僕非常に興味持ってるのはやっぱり脳科学とか心理学的に言ってですねボキャブラリーとか語彙力をたくさん持ってる生徒ほど自分の感情表現がものすごい上手いっていうのがあるんですね。でその文脈で言うと例えば最初に書いた頃の振り返りノートと一番最後に書いた振り返りノート例えばそういう言語自然言語処理みたいなことをすると、まあ、どういう言葉が一番出てきてと、ね、その言葉のつながり単語のつながり同士を分析した時に多分真ん中に来ることは変わってくると思うんですよね。授業を通じて視点が変わってくるんだと思うんですね振り返りのそれが多分成長になってくるんで成長するってことはその状況を違う視点で見れることができるようになってくるっていうのがあるのでそういうのをちゃんと終えていったらすごい面白いなと思いますね。なるほどねやりますそれはやりますか、ねまあ、もちろん個人的な あれで言うと国語だったりあるいは数学だったりと その結びつきも出てきてるわけなんで、まあ、一つのその体育だったりスポーツっていうのはこう探究授業のもう素材になりうると思ってるんですよね、うん、でこの探究型授業っていうのは今、まあ、少しずつこう始まってるっていうふうに僕も聞いてるんですけどもどちらかというとこう、まあ、単発ものというか、うん、こう半年とか1年とかかけて長期的にやれるものではないと思うんですね。で一つ一つこう題材をなんか探してですねやってってなると
期間が短いとこう探究型のもの、つまりこれもやっぱり正解のない問題の課題発見と解決をしていこうっていう趣旨があると思うんですが、時間が短いとどうなるかっていうと、失敗をなかなかこう気軽にできなくなっちゃうんですよ、うん、だからどうしてもこう正解の方に短期間で寄せてっちゃうっていうような弊害が出ないのかなっていうようなちょっと心配をしてるんですね。 であればそのスポーツっていうのは毎週やれるもの、うん、毎日やれるもので、しかも正解のないものっていうことであれば、もう普通にその探究の授業としての素材として一番いいものなんですよね。毎週あるってことはトライアンドエラーが毎週できるってことなんで、たくさん失敗できるじゃないですか。でその中で自分で考えて、うまくいったものがあればこうやって成功体験にもつながってくるんで、なんでこの探究型正解のない問題っていうのをやろうと思ったら、ある程度こう中長期的な時間軸があって、しかも何回も何回もトライアンドエラーができるっていう、そういったその条件が必要になってきて、まあそれってこうスポーツってめちゃめちゃ合ってるなっていうふうに個人的には感じているので、できればその学校の中でですね、今まで以上にそのスポーツと他の数学だったり、あるいは国語だったりっていうのをどん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 今までよりも結びつきがこう強くなって、いった方が、まあそのスポーツの教育的な価値、うん、あるいはその教育の期間の中で養えるものっていうのが増えていくんじゃないかなと、まあ、そうでなければ探究の中でまた新しいのをこう作っていかないといけない、でややもすればそれってスポーツだったんじゃないのみたいなのがぶり返してくるんじゃないかなっていうふうに思ってます、ね、めちゃめちゃ面白いですねそれ。まあ、例えば部活を誰がやるかとか、まあ、学校がやるかっていうそういう話はちょっと一旦置いといてですね、その私学校確かに今すごい探究ブームでいろんな探究あれこれ探究の活動をやってるんですけども、まあ、いろんな問題があるのは今急になんか世界の社会問題を持ってきてみんなで考えましょうって言ってもはっきり言って生徒にとってはなんだこれみたいな感じなんですよ。すごい田舎のなんか僕みたいに僕秋田出身なんですけど、例えば秋田の学生にとってじゃあ、ね、アフリカの飢餓問題についていきなり考えましょうって言ってもみたいな、遠すぎちゃって身近じゃないから分かんないじゃないですか。でもよく考えたらその今まで議論例えば体育の授業とか部活の話とか考えそれがスポーツが考える力を養うっていうのをもう一回考えて私たちがこうやって振り返った時に、実は体育とか部活って究極の探究の授業なんですよね。だからそれをうまく使えばまたより一層学校の教育活動が豊かになるんじゃないかなと思いますし、まだ先ほど土井さんが言ってくださったように失敗しても全然いいわけじゃないですか。だからとりあえずやってみるっていうのがすごく重要で、僕結構僕のノートのっていうブログに書いてるんですけど、それ生産的失敗っていう言葉が結構心理学で言われてて、失敗をが生産的になるってことがたくさんあるんですよね。だからそういうのがやっぱできるので、やっぱり体育とか部活こそ究極の探究科目として認識されるのが一番いいんじゃないかなと思いますね。ここで皆様にお願いございます。ご意見や今後やってほしい企画などございましたら、この動画にコメントしてください。今後の運営の参考にさせていただきます。また画面の下にあるいいねボタンを押していただくことで、この動画やチャンネルがいろんな方の YouTube におすすめに表示されるようになりますので、ぜひともご協力のほどよろしくお願いします。ということで、複数回にわたってお届けしましたスプライザ代表取締役社長の土井さんとの対談でした。土井さんどうもありがとうございました。めっちゃめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。私もすごい楽しかったです。でやっぱ最後教えていただいた言語処理のアイデアのところ、あれもぜひともやりたいのって、はい、今日持ち帰って社内にシェアしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。いや僕もまあこの体育と改めてその体育とか部活の価値、それが本当究極の探究活動だということにすごいやっぱ感銘を受けましたので、またこれぜひいろんな方に伝道していきたいと思います。はい、お願いします、はい、ありがとうございます